はい、こんにちは、瑞風さんです。今日は今上天皇、徳仁陛下の運勢を見ていきたいと思います。パッと見た瞬間、203高地、北進せよ。明治天皇がね、かつて、もう陸軍司令部がもう困りに困ってね、なけなしの日本にいる兵隊かき集めて、もう兵隊が足りないから送ってくださいと。じゃあ北進させるべきか、203高地に回すべきかね、もう悩んでいた。もう両方からもう火のような催促。そこで天皇は言いました。おっしゃいました。北進せよということでね、北進するということになったわけです。いざとなった時ね、こうだという不屈の闘志ね、雅子様もね、一子同姓、あ、一子名誉制ね、天皇もね、一子名誉制ということでね、明治天皇を彷彿とさせる、そういうイメージですよね。ですからもう非常にね、力強い。なんかあったらね、今がもう何か非常事態、あるいはもう戦時下、というようなね、ことだったら、もうそのぐらいのね、北進せよというね、鶴の一声ね、あるということがね、わかる運勢ですよね。で、アセンダントね、天皇制なんでね、もしかしたらね、北進と見せかけ、鵯越をせよ。秋山義古死体に、牧島も持たせ、さらに奥地に行き、背後を突き、敵を殲滅せよ。と加えているということですね。まあ、ただ当時のね、秋山氏隊ね、騎兵、もう本当に少人数です。ただね、その少人数が鉄道とかね、破壊して、ちょこちょこ破壊してね、可愛いもんですよ。まあでも、まあ敵から見ればね、やべえみたいな、すげえ軍隊が後ろから、もう俺たち挟み撃ちになってるぜみたいな。もう勝手にビビってくれたからね、勝手に退却してくれてよかったんですけどね、そういうようなことでね、言いそうなね、そんなようなイメージです。ですからまあ時にはね、もう強く出るね、かなりね、やっぱり発言もやっぱ強いということがね、やっぱこれで分かりました。なんかかなり強気のこと言うなみたいな、もうかなり怒ってるぞみたいなね、ね、雅子様問題でね、うちのもう雅子をね、人格を否定する、もう人は許せんみたいなね、ことを言っておられましたけどね、まあそうなんだなっていうことを改めてね、また久しぶりにこう見てね、あ、そうだったよねっていうことが確認できました。そしてね、反対の七室太陽なんですよね、実はね。七室太陽。ですから、お妃選び、ね、かなり、慎重に行ってきたことは皆さんご存知の通りだと思います。お妃候補ね、たくさんいました。その中からね、もう、聡明でなければいけない。で、聡明でなければいけないし、もうこれはね、三顧の礼。三顧の礼をもってお迎えする、そういう人物を、お妃を探していたということですよね。そして白羽の矢が立ったのは雅子様と、
小和田雅子さん当時ね、ということ外務省勤務、なぜかというと、もう雅子さんの意向に沿ってくぞ僕はと言ってるようなもんなんですよね。ですからあんまりね、皇后様が、お妃様がね、もうどうでもいいんですよみたいな人だったらね、やっぱ困るわけです、ね。ですから非常に聡明な、そういう人、ね、ほとばしる知性、ね、教養、ね、人格、そういったものを備えた素晴らしい人をね、僕は探すんですと。そしてその人にね、貢献していくと、ね、だから雅子様がこうだとこういうこと、そうだそうだって言って、実行していく、ね、ですからあれだけやっぱ皇室強い雅子様、これねやっぱり、まあ、アベノミクスに近いですよね。アベノミクスの実践、アベノミクスをその実践していくんだぞと、ね、で外交、ね、いろんな友達がいる、ね、グラバーみたいな人が友達にいるわけです、ね、そのグラバーからね聞くわけです。日本どうしたらいい、うん、日本こうしたらいいよってね、ことを聞いて、まあ総理大臣でもないから政治にはね直接ね、関わりはしないにしてもね、日本をいい方向に進めていくためのそのお膳立てをしていく、そういうことだと思うんですよね。それはまず雅子様の、ね、意向、それは何だ、ね、それは投資ですよと、ね、まあアベノミクスみたいなね、投資をしていく、どんどんその投資をしていってね、先行投資ということでね、もう今すごいですよね、IT、AI に関してもどんどんね日本からも投資をしていくと、こういうこと、そういうことにねかかっていくんじゃないかなってやっぱ思います。ですからもうその尽くしがいのあるパートナーね、そういったものをこう元にね動いていく。そして、まあ、この太陽もね木星とセクスタイル、海王星とトライン、ね、冥王星とオポジションというね、もう超カリスマ的なね超カリスマ的な配置をしてますんでね、劉備玄徳もすごいカリスマ持ってるけど、そばにね諸葛亮孔明がいたからですよっていう、そんな感じがねやっぱりします。ですから雅子様とね、鳴彦陛下はね、まあ三国志でいう劉備と、ね、孔明とこういうことなのかとこういうことを思いました、そしてね四室海王星とこういうことでね、やはりこうもう日本の伝統、ね、そういったもの、もちろんその古事記だとか、日本書紀、そういったものをその継承していくというのはねもう間違いのないことで、その世界をね、その神話の世界をもうますますとね、ますますこう発展させて、神事をもうますます充実させていくんだぞと、そういうね、意欲、夢、ドリームですよね、うん、神の国ドリーム、ね、そういったものでねやっていくということはね、四室海王星で分かりますよね。で海運っていうね、海運の研究、これでね多分ね海運とか海のそばとか好きと思いますよ。で
ね、その庭に池作ってね、まあ池作ったりとか水辺のそばにいる方がね、非常に安心するとか心が落ち着くとかいうことでね、研究は交通、水運とかの研究とか、そういったことですよね。歴史学ね、交通の歴史、そういったものですのでね、日本の伝統的な東海道、中山道、ね、日光街道、ね、さまざまな街道はありますけどね、そういう道に関すること、研究してきたのもね、これでよくわかります。そして五質木星ということになります。で、先ほど言ったね、当氏雅子様もね、ここ強いんですよね。だから雅子様の意向が強い。で、そして、なる人、陛下も、ここがね、木星という有利な部分を持ってる。安倍さんもここにね、有利な部分を持ってた。やっぱり、アベノミクス。投資ですよね。先行投資でね、何かやっていくということに貢献していくんですよ、ということなんですよね。投資。ね、日本で投資って子供に、子供ですよ、子供に投資、ね、子供にしっかりとした教育を受けさせて、ね、将来優秀な国にするんだということ、そういったことがね、やっぱり五質木星ということで示されていると思います。そしてビオラ、音楽でいうとね、ビオラの演奏、それが得意ということでございますんでね、芸術の部屋でございますので 音楽芸術の部屋でございますんでね、ビオラを弾いていると、ね、得意としていると、演奏会にも出られるということはね、これで分かります。そして六質土星月火星金星と。いうこと。趣味は何ですか？登山ですよって。そのものですよね。自分自身をこう鍛える。そういったこと。それ一番いいのはやっぱ登山。あとジョギングですよね。ジョギングはその趣味だっていうことなんでね。ジョギング。これ体を鍛える。ね。健康に関すること、体を鍛えること。そういったことはね、趣味であるし、日課でもあると。だからもう土星とか月はもう入っちゃうとね、いつまで走ってるんですかみたいなね、よくね、いるんですよ、そのマラソン病みたいな人ね、走ってないともう死んじゃうみたいなね。だからもう楽しくなっちゃって、ずっともう走っちゃうね。だから走らないともう気持ちが悪い、ですからジョギング、なんていう中毒みたいな、ジョギング中毒みたいなね、ありましたけどね、そんなような感じで、まあ仕事でももうずっと同じことを続けて、まあ行くとね、なんか安心するみたいなね。個人的にはね、ワーカホリックって言ってますけどね、ワーカホリックっていう喫茶店ありましたけどね、虎ノ門に、もういつの間にかなくなっておりましたけど、なんで職業病っていう名前の喫茶店が入ったことはありませんけどね、こんなところにあるんだみたいな、ワーカホリック、まあそのワーカホリックみたいなね、運勢なんで、ああなるほどねって。まあしかも火星も入ってるし、やりすぎ、ね、鍛えすぎ、金星も入っても楽しすぎるっていうね、楽しすぎすぎるんですけどみたいなね、ことでね、中山きんに君みたいなね、一般人だったら中山きんに君みたいな感じなんだみたいなね、筋肉漫才みたいなね、そんな感じですね。そして八紙水星と。ということになりますけども、これはね、当然、
もう後を継ぎますと、ね、日本の象徴としてね活躍しますと、天皇家としてね頑張りますと、天皇家も守ってきますと、いうことなんですよね。でまあこうしてみると外に出てる天体って太陽と水星なんですよね。あと全部見えてませんね。おぎゃと生まれた時に見えてるのは水星と太陽だけですんでね、これはもう個人的だから天体が全部見えてる人っていうのはやっぱり公の活動中心ですけど、下の場合はもう私的な活動、ジョギングも登山もね全部私的な活動です、ね。たまにね、皇室アルバムで登山の様子とかもねカメラがついてって写してますけどね、別に公開するためにやってるわけではありません、ね。ですからまあ天体全部下って宇治木剛さんとかね、そうでしたけども、アットホームなね雰囲気醸し出すということで売り出してます、ね。天体全部下だからといって有名ではないということではないということなんですけどね。ですからね、天体ほとんど8割が下なんだっていうことでね、これもまた改めてね、ああやっぱそうだったんだみたいなね、確認です。そしてね、小惑星見てみましょう。二質ヘッドが入ります。これねやっぱり何をすべきかと、ね、いうことで、何のためにその生まれてきたんだというね話にもなりますけどね、これはもう日本のデフレ脱却、これですよね。もう残された人生ね、生涯、かけてね日本のデフレ脱却、これやっぱり経済の話ですからね。経済もう我々がもうのもう生活そのものは豊かな生活かどうかっていうことですよね。それに向けてねやっぱり尽力していくと。具体的には何だと、ダイソー今日から200円ですね。スシロー一皿120円、240円ですね。その代わり給料も倍、こうしてほしいわけですよ、ね。こうなってほしいわけですね。なぜなら他の国ではねもうそうなんですね。シンガポールでもどこでもねダイソー200円です、ね。どこでも200円、ね。なんで日本だけ100円なんだ、ね。それはデフレだからです。デフレだと困るんですって。日本の土地全部外国に買われてしまいますね。優秀な人材全部外国に逃げてきますね、ということで、かつて我々がねああもうどっかの、ね、東南アジア行けばなんか何でも安いからみたいな ね日本では1万円出すとか、なんか1000円ぐらいでね、なんか泊まれるからとかねやたら安いね、だからもうね旅行バンバンするんだみたいな、それと一緒ですよね。日本がそうなっちゃってる。もう30年間もう物価変わってないわけですからね。なんとかしろよっていう感じでね。まあ今の政府もね、なんとかそれを脱却するために、ね、どうしたらいいんだって。だからもう所得倍増計画ね、所得倍増論みたいなね。いきなり教員の給料が倍になったっていう、昔の先生言ってましたけどね、倍になったそうですこれ田中角栄がね、総理大臣だった頃、ね、教員の先生大変ですって言って、もう給料大変だから給料倍です、みたいな給料をもらった時ビビったって言ってました、ね。だからもうそのくらいのことをやってくださいってことですよね。給料倍、その代わり物価も倍、そうすればね、いいんですけども、なかなかね、そういったことをね実現できないまま今
今まで来ておりますけど、なんとかそれをやるためにね、雅子様の知り合いグラバーみたいな人、そういう人とか陰ながらちょっとね、裏方でねその支援してもらって、それにこう向けていくっていうのはやっぱりね、なる人陛下の、生まれてきた目標目的、これがね、だと思います。そして、ご質ジュノベスタね、バテックスということなんでね、これはもう投資、先行投資でね、まあ、そのためにね投資していくんだよと。 AI ですよね、ガーファね、中国の台頭もあります。どんどん投資してます。そういったことに、未来的なものにね投資していきましょうと。日本もね、そういったことにね投資していかないとね、もう取り残されてしまいますと。こういうことでね、どんどんやっていきましょうっていう、そういうことをもう強調してますよね。そういったところでやるのがもうフィールド、ね、水魚の交わりみたいなね、まあ、雅子様と水魚の交わりなんですけどね、生き生きするのどこですか、もうそこですよと、ね、経済ですよ、ね、そういったことをねやっぱり示していると同時にね、やっぱこれ子育てそのままそっくり、子育てね大変ですねみたいな大変なんですね、雅子様もそう大変だったということを示しております。大変っていうのは日本の経済であり愛子様であるということですよね。ですので、まあでも愛子様に手間をかけた分ね、愛子様も立派にね育ってくれるということをね、示しておりますんで、そうですね、パラスも入るわけですよね。パラス、バーテックス、ベスタ、ジュノーと入ってくるわけですから、これはね間違いなく立派に育ってくれることと思います。そしてキロン、太陽キロンですよね、太陽キロン5ですから、もう諸葛孔明でしょこれはみたいな雅子様も諸葛孔明でしょうと言う以外はないですよね。だからもうあれだけ難航すると、ね、あれだけこう置き先探しに、ね、時間がかかると、ね、いいとこまで行ったけど肌になったりとかねしたこともうよくわかりますよね。じっくりね、そういう人を探すんだと、そういう人のね意向ね、意見聞きながら僕はやりたいということですよね。まあ、だから雅子様でだけでなくて、そのパートナー、他のパートナーですよねの意向を聞きながらね、それはもう国民というね意向を聞きながらねやっていきたいというようなことですよね。そしてね、水星にはねドラゴンテイルが乗るんですけど、これねやっぱ水星テイル乗ってるとね、障害者とかってに関わる場合が多いですよね。ですから、まあ、柔道の柏崎勝彦先生、世界チャンピオンね、水星にテイル乗ってるんで、盲目の人の柔道ね、こう目の見えない人の柔道ね、院長やっておりますね。だから組んでから始めると、 目見えませんからね、そこからもう始めってなりますんでね、そういったことに関わってくる。ですからやっぱり障害者スポーツ、パラリンピックとかね、そういうことにね大きく関わってくんだよというね、そういうことを示しています。そして、11室パート・オブ・フォーチュン、パート・オブ・フォーチュンはね10室やはりグラバーみたいな友達がいる雅子様、ね、一緒にくっついていく、ね、非常にね
いい友達ができて協力して、しってはね、日本のデフレ脱却にね協力してくれる、そういう人ですよね。とにかく目標はもうデフレ脱却ですからね、そういう運勢ですから、そういったことでね協力をしてもらう。まあ大っぴらにはできませんよ、大っぴらにはできませんけど、陰ながらっていうね、いや日本こういうことで困ってるんですけど、ちょっとなんとかしてもらえないですかね、いい考えあるよって言ってね教えてくれる。そして十二室リリースということですね。十二室リリースということでね、現世利益的なっていうね、ことですけども、もう神話の世界ってそうですよね。でまあギリシャ神話でもそうですよね、もうゼウスってもうね、レイプマンですかあなたはみたいなね、やりたい放題やってますねみたいな、そういう世界で、日本の古事記もね、日本書紀も、綺麗なお姉ちゃんいましたみたいなね、うん、手紙にしましたみたいなね、そういう話が多いんでね、やっぱり現世利益的なっていうね、まあ、特にね八百万の神様の話というのはそういう話です。ですからそういったことでね、綺麗事じゃないよということでねやっていくというようなね、まあ十二室リリースということになっております。はい、10エレメントクオリティも見てみましょう。天体配列で、天体配列10人の中の責任者誰ですか、ね、木星さんと土星さんですよということなんでね、先ほどのその投資、投資だとか、あるいはそのお子様愛子様、ね、愛子様を育てる、愛子様もやがてはね、パートナーということになる、なると思いますんでね、自分を鍛える、ね、登山ジョギング、ね、自分を鍛えること、真面目に働く労働、労働環境、そういったこと、そこにねやっぱり全ての力が集まってきているということなんでね、やっぱりこの仕事とか投資とか仕事関係ですよね、そういったことにね、大きく関わって目標にしていると、全ての目標がそこに集まってくるということなんだなということがこれでわかります。火地風水、火が2、地が3、風2、水3ということ、地と水がね若干多い、まあ、火と風、が若干少ないということでね、現実的ね、地に足をつけた生活、落ち着いたしっとりした生活をしているっていうことがこれでわかりますよね。だから火と風が強くなっちゃうと、あ、もう落ち着かなくなっちゃう感じね、もっと派手なこうね、南米みたいな、南欧ですか南米ですかみたいな、あのそんなイメージになってくるんですけどね、地と水だとしっとりと落ち着いてきてるんでね、活動不動柔軟、活動2不動4柔軟4、活動がやや足りないんでね、ここはやっぱり補完してくれてるはずですよね、雅子様。ここだけちょっと確認しておきましょう。そうですね、やっぱり雅子様が活動の分、活動期を強い方、活動後なんでね、まずね雅子様が行動してね、もういろんなことをやって、それを安定させていくっていうね、そういったこと。だから何か雅子様がバン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 こうやっていかないとね、
物事を前に進まないっていうことなんですよ。だからやっぱり雅子様を選んだということですよね。雅子様は火が2、風に地が5ということで、やっぱ2人合わせて地が強すぎてしまうというねことですから、まあ火と風、どっかね、他のところで保管するということだと思います。はい、ということでね、またこう今日は相性は見てませんけども、相性はまたね、別な時に、相性やってると ここからまた相性っていうとね、またかなり時間がかかっちゃうんで、ね、相性は相性でまた別の時にやりたいと思います。とりあえずね、今日はざっくり運勢の方を見てみました。とにかくね、デフレ脱却のために動くというね、そのための人生ということなんが分かりましたんでね、これからも頑張っていただきたいと思います。はい、それではチャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた。さよなら。